こんにちは、イムランです。こんにちは、シモンです。 Welcome to 一日ひとこと。一日ひとこと、Welcome。 いや、眩しいです、今日。眩しいですね。やっぱりこう、朝って眩しいんですね。はい、眩しいですね。はい、かつ、シモン先生、わかんないですけど、はい、上から太陽で、下からなんか光ってるやつが眩しいですね、僕。ちょうど、はい、光の反射がそうだったんですよ。はい、はい、いや、私ももう、あっちこっち、こう、車のミラーの あ、それもリフレクション、いいですね。Reflection. Reflection. I'm reflecting on my deeds. Deeds? 行いですか、はい、そっちの reflection ですか、はい、振り返る方になっちゃうんですね。そうですね。はい。なるほど、はい。そういう意味でも使いますから。そうです。はい、英語のその単語って、はい、こう、いろいろな意味があると皆さん、あ、大変だなと思うんですよ、はい。そうじゃないんですよね。いろんな使い方があるから楽しいんですよ。その通りです。楽しいんです。もうパスタと一緒ですね。おほほ、何パスタですか。何でもいいんですよ。何でもいいんですか、はい、おボロネーゼでもいいし。いいですね。ボンゴレでもいいんですね。ボンゴレ好きですね。はい、これどっちもできるからいいわけじゃないですか。あ、なるほど。はい、もうパスタ、スパゲティと言ったらミートソースしかありませんとか言われたら、つまらないですね。つまんないですね。はい。はい、なので英語はもうパスタです。English is pasta。いいですね。はい。ぜひそれを肝に銘じて。はい。肝どこですか？肝。あ、こっちですか？ちょっと、こっちです。こっちですね。わかりました。肝に銘じて。はい、ここら辺ですね、肝。あ、両方。わかんないですね。どこですかね、肝って。どこですかね。肝玉とかよく言いますよね。肝玉。肝玉お母さんとかよく言いませんか？お母さんはでもあれですよね。はい。そうですね、はい、まあいいでしょう。まあまあまあ、はい、OK、 OK、 はい、じゃあ今日は Q917、はい、何でしたっけ。今先生、忘れてしまったんですか。はい、あれ、志望先生も忘れましたか。すいません、忘れてしまいました。しし、はい、You are underestimating yourself。 あー、思い出しました。 You're underestimating yourself。 はい、はい、これはもう皆さんに言えることですね。おー、その通りです、はい、まあ、under 下ですね。そうですね、はい、そして、はい、estimate これは見積もりとか、はい、あと概算とかですね。概算いいですね、はい、はい、なのであなたは自分をこう下に見積もってる。あー、なるほど。本来よりも下に見積もってるので、まあ、自分をこう過小評価してるですね。なるほど、過小評価ですね、はい。これはですね、はい、まあ、日本人の方よくしますね、はい、謙遜の文化ですから。あ、その通りですね、はい、はい、でも、実際に本当にアンドレスメしてる方もすごく多いです。あー、なるほど、はい、例えば、何ですか、はい、ちょっとわからない英語表現があると、はい、はあ、この表現知りませんでした、あー、私まだまだですね。そうですね、もっと単語力つけてから帰ってきます出直してきますと。そうですね、はい、でも知ってる方が多いんですよ。そうですね、はい、そうですね。文章、まあ、7、8単語の文章あるじゃないですか、はい、単語一つだけ分かんないのに、はい、はあ、私英語ダメですみたいな、はい、あとの7つ分かるのにみたいなそうですね、はい、実はできることの方が多いんですよ。そうなんです。できないことよりも、はい、だからこれからはこうできること、まず私はこれできますみたいな、お、これもできます、いいですね。これできなかったんですけど、はい、今できるようになりました。お、この表現もそうですね、はい、さっきまで分からなかったんだけど分かるようになった。そうです、はい、なのでアンドレスメイトしてる暇があったら、はい、英語表現の一つでも覚えてくださいという。その通り、もったいないです、そのアンドレスメイトしてる時間が、はい、はい、なのでただあれもいけないですね、オーバーエスティメイ。あ、今度はオーバーエスティメイ。そうですね、オーバーですね、上ですからね。そうです、はい、過大評価する。過大評価も良くないですね、はい、これシモスどう思いますか。これですか、はい、過大評価ですか、はい、これだとそうですね、こうなんか自信がありすぎて良くないんじゃないですか。良くないですかね、はい、アンドレスティメイはどうですか。アンドレスティメイだとこうまだまだなので、まだこう勉強しようとする気になる。あ、なるほど。オーバーエスメイはもうやらなくていいんじゃないかと。あ、なるほど、そういう感じですね、はい、そうなんです、わかりました。良くないですね。良くないですね、はい、はい、あ、シモン先生いいですね、こっち向くことが多いからそうです、こっちかこっちなんで、はい、どっちみち眩しいんですよ、ね、私はこっちが眩しくてこっちは眩しくない。あ、そうですか、yes、 わかりました、はい、OK、 では、あ、はい、ちょっと人が増えてきたの で、 で、ね、はい、そろそろ、はい、わかりました、はい、この表現終わりにしましょうか、はい、OK、 So don't overestimate yourself and don't underestimate yourselfWe'll see you later. All right, bye. Bye.